このポイントですが、落ち込みがあって岩盤が中間、中間のところに、まあ、石はないんですが深みが1箇所あります。これはここの部分ですね。ですからこの辺で当たりが出るでしょう。ます上流の垂水に投じして、ゆっくりゆっくりこの流心へ導いていきます。この流心へ来たのがこの辺で、今は手前の岩盤沿いです。目印を上げてふわっと流しますね。この弱いところから餌を流し込んできて、うわーと持ってきて、この辺で、これはもうね岩盤帯の上だから厳しいんですよ、厳しい。あとは対岸側のところからゆっくりと餌を見せながらふわふわとさせて下へ沈めていきます。ほら来ましたね。ちょうど岩盤の切れ目のところでかかりました。まあ、待ってたわけですね。